では、抗原抗体反応について、沈降線が出てくる話を確認してみよう。まず、抗原が持つ抗体が結合する構造をエピトープ、もしくは抗原決定器と言います。抗原と抗体がちょうどいい濃度で出会うと、大きな抗原抗体複合体が形成されて、それが沈降して目に見えるようになります。 抗原が多すぎても、抗体が多すぎても、大きな抗原抗体複合体は形成されません。寒天に穴を開けて、一方の穴に抗原を、一方の穴に抗体を入れます。すると、それぞれ周囲に抗原や抗体が拡散していきます。そして最適な濃度比になったところに、沈降線が形成されます。では、こんな実験を考えます。下に、 公英抗,抗体、抗原 A とくっつく抗体を入れる。で、抗原 A を左と右に2箇所設置します。そうすると、2つの沈降線は融合することが知られています。ほら、ここで2つの線が融合してるよね。次に、左に抗原 B を、右に抗原 A を設置して、抗体のところには、抗英抗体と公 B 抗体の 両方を入れるとします。すると、2本の沈降線はこのようにクロスします。2つの沈降線がクロスしているね。次は、右に抗原 A を、左に抗原 AB を入れます。抗原 AB はエピトープを2種類持っていて、抗 A 抗体も抗 B 抗体も抗原 AB に結合できるものとします。 すると、黄色い丸で示したところが飛び出た沈降線が観察されます。イメージとしては、初めに光源 A を左に置いたと考える。すると、右にも光源 A があるわけだから、融合した沈降線が観察される。次に左に光源 B も置いたと考える。すると、光 B 抗体との沈降線が現れる。 そしてそれらを合わせると、このような沈降線の形になると考えることができるわけです。ではお疲れ様でした。もう一度復習してみてください。